不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。今マンションを買わないといつマンションを買うことができるかわからない。需要が増えたのがマンションの価格が上がった要因だったと。大家さんも厳しい状況ですね。3割ぐらいは変わってると思います。オーナー様が保証金返金できないっていうあのトラブルがすごい多発してて、今それすごい問題になってる。2021年頃、不動産バブルと言われるほど高騰していた韓国の不動産価格。しかし現在では下落傾向にある。これは韓国全土の不動産の平均価格の推移を示したグラフ。ピークだった2022年1月に比べ、今年5月は日本円で500万円程度下落していることがわかる。家賃の平均価格の推移を示したグラフでは、2022年10月に比べ、今年5月は日本円で1500円程度下落している。韓国の不動産会社は、実際ソウルの場合もあのすごい2020年21年賃料が上がってたんですが、売買あの価格が下がることによって賃料も下がっているので、あのやっぱり変動はあります。だいたい3割ぐらいですね。あの一番ピーク時に100投資すれば今70とかになっているので、3割ぐらいは変わっていると思います。韓国で一体何が起きているのか。韓国の不動産市場のリアルを取材した。2021年頃、韓国で不動産価格が高騰。その背景にあったのは不動産腐敗神話だ。韓国の経済と不動産市場に詳しいキム・ミョンジュン特任准教授は、ソウルなどの大都市に人口が集中したことで不動産価格が上昇し、投資熱が過熱したと指摘する。不動産とかあるいはそういうマンションとかに投資をすると必ず値が上がると。すると損をすることはないということが土地腐敗神話ですね。昔は銀行の預金金利がかなり高かったので、銀行にとりあえずお金を預けておくと金利がつくと。するとある程度投資する価値がありましたが、最近は金利がかなり低くなりましたね。でだからその最近政策金利を引き上げる前までは、銀行の預金金利 1%、2%、くらいでしたので、実際銀行にお金を預けてはあんまり儲からない。その中で不動産というものは一応、上がったり下がったりする可能性はありますけれども、もう将来的には必ず不動産が上がると。という、こういう考えが、根強く多分残っていたと思いますね。で、そういう背景によって不動産に対する投資が、継続的に増えたのではないかと思いますね。こうした不動産投資の過熱を重く見たムン・ジェイン前政権が、住宅供給や融資を規制すると、規制前に住宅を購入したい人が殺到し、需要が増加。この需給バランスの乱れが高騰に拍車をかけた。ムン・ジェイン政権の時にもですね、時はまず不動産投機ということはとても悪いことである。それによって格差が広がること、特に資産の格差が、広がることは、望ましくないと。ということで不動産を供給、不動産供給をもう減らすということを発表しましたね。そして、不動産に対する規制をいろいろ強化することになりました。ただし特にソウルとか首都圏に対するそのマンションの需要というのはとても高い状況だったんですね。で何がソウルの近く、首都圏の近くに、いい職場、そしていい学校が集中されていると。やはりソウルの近く、つまり首都圏の中でもソウル、ソウルの中でも、江南の中でもデチドという地域に対する需要はとっても高かったと思いますね。だから、それに対する供給が減っても、そこでソウルの近くでマンションを買おうとした人はかなりいたと思います。そういうソウルと首都圏に対する需要というのは実際下がらなかったんですね。でそのムン・ジェイン政権の時にはその需要を十分に把握せずに
まあ、供給を減らすとということを政策として発表したので、まあ、市場の反応がですね、今じゃないと、今マンションを買わないといつマンションを買うことができるかわからない、買えるかがわからないということで、結構需要がむしろ増えたのがマンションの価格が上がった要因だったと思いますね。初めての不動産投資、先輩大家さんに相談したい。不動産投資の悩みを気軽に相談するなら楽町相談室、楽町で検索。今年6月にソウルを視察した不動産コンサルティング会社を経営する田中さん。2020年頃から韓国の不動産エージェントと情報交換を行う中で価格の高騰を実感したという。ソウルって面積と人口とかが東京と似てるんですよね。ちょっと手元ので見るとソウルは25区で995万人と、で東京は23区で966万人と、で面積もまあソウルが605平方キロメートル、東京が627、でもほぼほぼ規模感一緒なんですよね。まあ、エージェントとの話、ヒアリングっていうところでいくと、去年ぐらいまではやっぱりもうめちゃくちゃこう高騰していって、で確かに私も見たら、ソウルの平均が分譲マンションがやっぱり1億円超えてると。いうのを見てですね、あ、これはまあ相当に高いなと、平均で1億っていうのはなかなかいかないだろうなと、でなってくると人口ボリュームとかを考えるとやっぱちょっと高いんだろうなという感じはしましたね。でまた去年のまあ春夏ぐらいから価格が下落をしているっていうふうなのも伺ってて、でそちらの価格下落については不動産エージェントの目線で見ると割と深刻だっていうふうに聞いてます。アメリカの中央銀行 FRB の政策金利引き上げに伴い、韓国も段階的に政策金利の引き締めを開始。住宅ローンの金利が上昇すると不動産を買う人は減り、不動産価格が下落した。さらに状況を悪くしたのが韓国特有の家賃制度チョンセの存在だ。チョンセでは賃借人が物件を借りる際、不動産価格の6割から7割程度の金額を保証金として大家に渡す。大家はこの保証金の一部を元手に新たな不動産を購入することができるが、賃借人の契約満了時に大家は保証金を全額返金しなければならない。この制度にどのような問題点があるのか、ソウルの不動産会社に勤める李さんと現地の事情をよく知る梅澤さんに聞いた。今韓国の不動産やっぱ価格が下がってきてしまったので、投資で運用しているオーナー様がその預かってる保証金返金できないっていうトラブルがすごい多発してて、今それすごい問題になってるんですよね。大家さんも厳しい状況ですね。やっぱりたくさん融資を受けて買われた物件のチョンセ金額が下がっているので、苦しい思いを大家さんも大家さんなりにされていると思います。一般的にはその次の人が見つかればその人からいただくチョンセ金で今住んでいる人のチョンセ金を払い戻して回すっていうのが一般的ですね。ただなかなかそういうことがうまくいかない場合は、大家さんの方で銀行からその担保で追加融資を受けられて一部お金を返すっていうことが多いです。逆チョンセといいまして、実際10億ウォンぐらいのチョンセ金額で2年後の更新の時に退去される時にチョンセ価格が10億ウォンではなくて8億5000万ウォンとか下がっている場合は、その差額の1億5000万ウォンはもろに大家さんが用意しないといけない金額ですので、そういった金額を大家さんの方で銀行にちょっと申し出て融資を受けられて、なんとか、はい、対応することをが韓国では最近よくありますね。こうした不動産オーナーの多くは価格高騰時に購入した20代から30代のサラリーマンだという。高くなってる時に市場が過熱している時にあんまり考えずに買ってしまうパターンが多くて、日本のバブルの時と一緒ですね。
上がってて、あの周りがすごいお金持ちになったのに物件を買わなかった人たちは、あの対照的にすごいあの貧乏になった気持ちになるので、その気持ちをなんとか抑えるために、あの慌てて物件を購入されるパターンがあの2022年までありまして、ただその2022年に物件価格がすごい下落しているので、あの一番ピーク時の値段で買われたあの20代30代の方が多くて、社会問題になっている状況ですね。しかし日本でバブルが崩壊した時ほど不動産価格が急落しているわけではない。ソウルなどの大都市では依然として高値で不動産が取引されているという。韓国もやっぱり人気のある地域はあのすごいニーズもありますし、物件価格も上がっていますね。一方でやっぱり空き家問題はあのすごいあるので、人気がない地域に関しましてはすごい空き家が問題になっているのは日本と似ていて、やっぱり人口がどうしても減ってしまっているのが現状ですので、人がどんどん、その人がソウルだったりブサンだったり人気のある地域にあの密集している感じが日本に似ていると思います。賃料は下がったんですけれども、それにしてもまだまだ物件のその価格は日本に比べればまだまだそのすごい高い時期だと思うので、実際日本のお客様に韓国に来られて一番驚かれるのが物件の価格ですね。賃料が高かったり保証金の予算がすごく高くて、えっていう思いをされるお客様が10泊ぐらいですね。すごい高いです。まだまだ今後韓国の不動産価格はどうなると予想されているのか、韓国経済に詳しいキム・ミョンジュン特任教授に聞いた。住宅ローンの規制をより、緩和するとかですね、そういう形で、まあ、若い経営陣に向いて、いろんな対策を、実施しようって、しようとしているという状況かと思います。金の影響をかなり受ける可能性があるかと思います。だから今 3.5% ぐらいですかね、金利があであるものが、将来的に低くなった場合には、まあ、また不動産に対するその投資投機が増える可能性は十分あるかと思いますね。ただ今後その数年間は多分不動産の値上がりは大きな値上がりはないと今専門家たちは予想はしています。ただし今少し一番下がった時期と比べると少し不動産の価格がちょっとマイナスとか上がっているんですね。まあ今がチャンスだと思って買われるケースもあるので、まあ大きく上がることはないんじゃないかと私は考えております。